川が流れるのは雨が降るからではない。川が流れるのは海が待つからなのだ。ひまわりを見ながら老人はつぶやいた。太陽に当たって輝くひまわりはちょうど隣室に越してきた男の自転車によく似た色だったので見覚えがあるのかと思った。風が吹いてそのひまわりは大きく揺れた。どこか懐かしい匂いがひまわりから滑り落ちた気がして、もう一度まじまじと見てみたが、ひまわりはいつものようにそこにあるだけだった。恐ろしく緑に染まる草とそれが生い茂るうちに父の眼差しを思い出した。待って。風が吹いていた。くしゃくしゃの7000円がポケットから落ちたのを今日の僕は気づけなかった。今日はペンネームえんじのそらさんの静筆と夕暮れをお送りしました。青空ライブラリー、お相手は青空みかんがお送りしました。それではまた今夜お会いしましょう。